生命は能動原理、肉体は受動原理、それを具体的にまず説明してみたいと思います。で、私たちは普通は即肉体というように自分は肉体だと普通思っておりますけれども、この肉体という生命は一体でありながら独立している存在であるということを考えなければなりませんね。で、我々が形の世界にこう現れているときは、その肉体と生命はその一体として、霊は一体として存在しておりまして、この霊エネルギーといいまして、霊というのはすなわち能動原理でございます。その肉体という形態は質量でできていまして、質量でございますので受動原理なんですね。霊がなかったとすると質量があっても動きもしないし生きてもいないんですね。だから肉の中に、質量の中に能動原理である霊が宿っていると。で、皆さんから肉体という質量から霊が抜けますと、皆さん生きてもいないし動きもしないという意味なんですね。で、生きて働いているのはあくまでも霊なんです。霊のみが生き、霊のみが働くんであって、で、皆さんという肉体から霊が抜けたとき、皆さんの肉体は抜け殻でございますので、生きてないわけですね。動かないわけです。しかし皆さん方は肉体が生きているという錯覚をしているんですね。肉体が生きているんだと思い込んでいるんですよ。肉体は初めから受動原理ですから生きてないんですね。生きてないんです。だから皆さん方は本当に自分のことを肉体だと普通思い込んでいる限りにおいては、この霊的我のことを真我と言いますし、肉の我のことを義我としか言わないんですね。義我、生命は真我で肉体は義我なんです。偽物の我なんですね。この地上界の人間はみんな偽物に生きて本物には死んでるんです。だから肉に生きる足であると言ってるんですね。この世の中には死人がゴロゴロしているのであると、霊が生きているのを知らないで肉が生きていると思い込んでおりますから、だから皆さん方は死人であると言われても達成がないということなんですね。不滅の霊、不滅の大霊といいまして、霊は死ぬことは絶対にないんですね。死なない我なんです、霊的我は。その肉的我は死なねばならない我なんですね。死なねばならないという肉体形態だけがなくなるんであって、本体質量、肉を持って肉と表している質量というのはなくならないんでございますね。いつも申し上げておりますけれども、宇宙には濃度であるこの大霊というのと、そして質量というのがありまして、この肉体というのはこの質量で出来上がるわけです。これを水様質量と言いまして、質量ですね。水様質量と言いまして、肉体という形態はお母さんのお腹の中の羊水、水の質量で出来上がるわけです。そしてその出来上がった形態の中に霊が宿るわけですね。そして人間という存在が出来上がっているわけです。すなわち我々の肉体というのは質量と霊の複合体であるということになるわけですね。で、その霊と質量がなければ人間という存在はないんですね。で、この形態人間という、この人間があると思い込んでいるんですね。普通は人間があるのじゃないんです。だから人間というのは実在ではないんですね。この霊とエネルギーの仮の姿でありまして、実相ではないんです。だから人間の実体は何かというと、この霊エネルギーであり大霊です。これはだから神の国は霊と水の国と言ってるんですね。すなわち能動原理、霊は能動原理、質量は受動原理ですから。で、その肉体というのは質量という受動原理で生きてるわけですね。ここは女性原理、女です。ここは男性原理なんですね。男と女、女は受け身、だから女は母なる大地と言いまして、質量を表しているわけですね。天の父と言いまして、ここは男を表しているわけです。だから神は父にして母と、ここは父、ここは母、これは母なる大地、質量です。で、ここは皆さん方天と呼んでおります。ここを地と呼んでおります。天地一体と言いまして、天と地は一体なんですね。すなわち